こんにちは。辛くも、いわきに勝利して、6月いいスタート切れましたね。東北ダービー勝利おめでとうございます。この後も、甲府、天皇杯、長崎、ダービーの山形戦と、落とせない試合が続きますので、一戦必勝で、しっかり勝っていきましょう。それでは今回の採点こちらです。林、今回の調子で他の試合もお願いしますよ。亮太、ナイスゴール。ジョージもゴール決めてくれて嬉しかったです。まあ、私は開幕前に期待の選手としてジョージのことを挙げましたが、まあ、ゴールとアシストを含めて15ゴール以上、まあ、現状開幕の大分戦、まあ、岡山の PK 誘発で2アシストで清水戦と今回で2ゴールだと思ってるので、まあ、あなたならあと11ゴールに絡むと言わず、もっと上を目指せると思うので、20ゴールに絡むぐらいのつもりで、引き続きよろしくお願いします。中山、あの決定機は本当に大事に決めてほしかった。本気で結果を求めてるんだったら、もう開始直後にゴール決めるなんて当たり前ですよ。あの場面は何してるんだと思いました。結果で見返してください。まあ、ジョージは今回、まあ、今回というか、いるだけで相手のラインが下がるので、ジョージのスピードを警戒して。スタミナもありますし、最後まで出してもいいかなとは思ってます。もっとジョージ、試合で暴れてください。まあ、レンジさんと松下の守備、まだ怖いですね。もっと強度高くやってほしいです。ファールしないように。私は監督についても前半戦でプレーオフ圏内で折り返せたら、まあ、合格ラインと話しましたが、まあ、ひとまず達成できそうなのでそこは良かったと思います。ですが後半戦にも目標を定めているので、どうか達成してほしいと思っています。まあ、今回述べているある記者の話についてですが、まあ、河北新報のとある辛辣な記者がいて、まあ、あまり、まあ、私の意見だとサポーターからの受けは良くないですね。まあ、ですが私は、まあ、サポーターの皆さんのこここうすべきんじゃないかってところは同意なんですけど、確かに言われてみるとそうだなって。まあ、ただ、まあ、この記者、まあ、今回いわき戦の最新の話をすると、まあ、確かに一理ある部分はあるので、まあ、全員が全員褒めるだけでは良くないと思うので、一人ぐらい、まあ、こういう記者がいてもいいのかなと思いました。もちろん、皆さんと同様に、まあ、対戦相手をリスペクトした書き方とか、まあ、直してほしいとかは直してほしいですけどね。内容自体を全否定するつもりはないです。次も、甲府との落とせない試合なので、勝てるように、
引き続きよろしくお願いします。